オラフルートビッヒは、旧ドイツ民主共和国ゲイラ出身の元自転車競技選手。旧東ドイツ時代は1976年、1977年の世界選手権、ジュニア大会の個人ロードレースを連覇したほか、1982年、1986年のピースレースで総合優勝を果たす。そして、若手ロード選手の登竜門として位置づけられている。 アマチュアロードの最大のレースとして名高い、1983年のツールド・ラブ・ニールでも総合優勝を果たしたことから、プロの世界でも注目の選手となる。そして1988年ソウルオリンピックの個人、ロードレースでは金メダルを獲得した。このほか東ドイツ国内選手権、個人ロードでは4回の優勝を果たしたほか、 イースレースでは38の通算区間優勝記録があるなどアマチュア時代に獲得したタイトルは数知れなかった。また86.88年の東ドイツスポーツマン・オブ・ザ・イヤーも受賞した。東西ドイツ統一元年の1990年にプロ転校。するといきなりツールド・フランスでポイント賞を獲得。さらに1992年にパナソニックチームに 移籍するや、大ブレイク。アムステルゴールドレースを制したほか、ダンケルク4日間レース、グランプリフォルミエも制覇。そしてこの年の UCI ロードワールドカップ総合優勝も果たした。プロに転向した時点で、すでに選手生活としては後半に差し掛かっていたが、それにもかかわらずこれだけの成績を残していることは、ルートビッヒの能力の高さを如実に示すものである。 1996年に引退後は、パナソニックチームのスタッフの職に就き、その後 D、モバイルチームの監督も歴任した。ありがとうございます。